皆さんこんにちは、本日はパターのフェース面をスクエアに構える練習に方法についてレッスンをしていきます。実際にパターの面っていうのは、もちろんカップに対してまっすぐ向ける、これが正しい構え方なんですけども、後ろから確認させていただいたりとかすると意外に右向いてたりとか、構えの時点でも左向いたりとか、この向きがそもそも合っていない人が非常に多いです。なので今回は一度皆さんにチェックしていただきたいのがフェース面の向きです。正しくカップに対して垂直に構えられているかどうかっていうのを確認をしてください。今回用意していただくのはテレホンカードのような、このようなカードです。このようなカードを用意してください。このカードを実際に地面に置いていきます。地面に置いてこの前にボールを置いていきます。この上でパターを構えます。このカードの側面とカードが作るラインとこのパターのラインが一直線になるようにフェースを構えるようにしてください。この時になんか自分が向いている方向よりも右向いているなと思ったら、後ろから確認してこのカードが垂直にカップに対して向いているかどうか確認してみてください。要はこのように地面に置いてあります。上からパターを乗せてみます。このようにすることでフェース面の向きっていうのが分かりやすく、自分の目線からは非常に分かりやすく見えます。裏から見るとこんな形です。表面から見るとこのような形で構えるような意識ですね。この時にこういうふうになっていたり、こうならないように意識をして、このカードの上でクラブを構える。なるべくここのラインとここのラインが一直線になるように構える。あ、これで違和感ないなと思ったら一度外して、後ろから見ていただいて、このラインが垂直になったラインがカップに向いているかどうか確認をしてみてください。このようにすることでフェース面の向きが非常に分かりやすくなってきます。ぜひ一度練習をしてみてください。これは室内でもパターマットでも練習すると効果的ですし、コース前のラウンド前のパター練習ですね。でもグリーンにこういうカードを1枚置いていただいて構えてみると、まずはカードから合わせてカップに向けて合わせて、後ろから何度も確認して合わせて、その上にフェース面を乗せるといった方、そういう形を作るとパターの方向性は確実に安定しますので、ぜひ一度試してみてください。それでは本日のレッスンを以上で終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。あなたのゴルフを格段に上達させる PGA 竹内プロの5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。ゴルフの全てを解説されたこのプログラムで飛距離アップ、スコアアップ、美しいスイングを手に入れろ。ライバルに一気に差をつけろ。